よ。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。貴様、これじゃどうすることもできねえぞ。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろう。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。一人じゃ無理だよ。無謀すぎる。とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ。待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。ぶっ倒して。くそ、巨人の接近を許すとは。今制してるみたい。私たちも手伝おう。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか。リヴァイ班、こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。ここで戦ってる。急いで加勢しよう。逃がしませんわ。リヴァイ班を探してるんです。見かけませんでしたか。え？リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。ごめんなさいね。死になさい。と、あの色は助けに行かなきゃ。
いいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。行きますわよ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ？逃がしませんわ！巨人め、これ以上は行かせんぞ！また戦ってるよ。助けに行こう。はい。寄り道している暇はないよ。早くリヴァイ班を探そう。知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でもあと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。逃がしませんわ。ここで巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか。えい、死になさい。なかなかやりますね。覚悟なさい。の討伐に手を貸してほしいんだ。逃がしませんわ。次はどなた？ぶっ倒して差し上げます。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。
給は万全ですわ。こんなに巨人が現れるんだ。いたよ、急いで助けよう。まだまだ。はい、次はどなた。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイハンを見ませんでしたか。確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、縁談だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。はい、あの人、リヴァイ班の人じゃないかな。はい、行きましょうよ。離れたところを襲われちゃって。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人、分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる。分かりました、あとは頼みます。あの赤い円壇が見える。兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。救援要請ね、助けに行かないと。撃っ倒して差し上げます。忙しいのに、なんで私が拠点の設営なんて。おい、お前手伝ってくれ。次はどなた？死になさい。はっ！はっ！はっ！よし！私のクリスタを探しに行けるぜ。救援要請ね、助けに行かないと。さあ、逃がしませんわ。巨人に邪魔されて拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。本当に知性のある巨人がエレンを狙っているのなら急がないと。行きますわよ。ケガラさん、お願い。
ちですね。ありがとう。ここに拠点を設営することにどんな意味があるのかはわからないけど、ねえ何をしているの。早く兵長に知らせに行こう。巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか。一体何がどうなってるんだ。おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。駆けるって一体どこまで。それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろ。やめなさいエレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。俺には分かる。どんなに力で抑えようとこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつらを信じるか、俺には分からない。ずっとそうだ。自分の力を信じて、信頼に足る仲間の選択を信じて、結果は誰にも分からなかった。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。弱っちですよね。Thank you.
しいですね。なかなかやるな。だが調子に乗るなよ。とは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーン。分かったか。はい。